皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということでもうすぐ3月3日はひな祭りということで、今日はひな祭りらしく3色のロールケーキを作ってみました。オープニングの動画を撮ったつもりだったんですけど撮れてなかったので申し訳ないんですけど、今回は早速調理に移っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まず生地の部分を作っていきます。薄力粉 75g、 卵3個、グラニュー糖 60g、 牛乳 15cc。 今回ひな祭りらしく3色の生地にするためにセリアでいちごパウダーと抹茶パウダーが売ってたので買ってきました。結構市販で買うと高いんですけど、100均にこんなのが売ってるので使っていきたいと思います。卵を卵黄と卵白に分け、卵黄にグラニュー糖4分の1を入れ、もったりとしてくるまでしっかりとミキサーしていきます。途中で牛乳を入れて混ぜ合わせます。次に卵白を泡立ててメレンゲを作っていきます。こんな感じでしっかり卵白を泡立てたら、先ほどの卵黄にメレンゲを4回ほどに分けて入れ混ぜ合わせます。混ぜ合わせたらふるった薄力粉を入れてさっくりと混ぜ合わせます。生地を混ぜ合わせたら生地を3つに分けていちごパウダーと抹茶パウダーで色付けしていきます。3色の生地ができたら絞り袋に入れて、クッキングシートを敷いた天板に斜めに絞り出していきます。このような感じに生地を流し込んだら、180度の熱で温めたオーブンで10分から15分ほど焼いていきます。アレンさん、わしは今日は日向ぼっこしてるから台所行く気力がないんじゃ。はい、じゃあ今いい香りがして焼き上がったみたいなので出していきたいと思います。てれてれてれー。じゃあ今こんな感じで焼き上がりました。生地を天板から外して余熱を取ります。生地を冷ましている間にホイップクリームを作っていきます。生クリーム 200ml にグラニュー糖 15g を入れながら泡立てていきます。こんな感じでホイップは完成です。では先ほどの生地を剥がしていきましょう。呪いの赤い線、テレレテレレレ。両端の余分なところをカットします。では巻いていきます。よし、おつ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 。では今ラップにくるんだので冷蔵庫で冷やしたいと思います。はい、じゃあ今だいぶ冷やしといたんで切ってみましょう。トゥルルルルル。こっち側もカットして、こんな感じに出来上がりました。はい、じゃあ今こんな感じで出来上がりました。ちょっと生地がね薄すぎてちょっとやばいかなと思ったんですけど、こう中にたっぷりね生クリーム入れたら大丈夫な感じです。じゃあいただきます。うん、生クリーム。生地をじゃあもうちょっと分厚くすればよかったんですね。全然生地自体は美味しくできてます。もうちょっとこうバットにしっかり入れて焼かなきゃいけなかったですね。ちょっと薄かったですね。うん、この生地も抹茶の風味といちごの風味がしっかりしてて美味しゅうございます。結構ストロベリーパウダーとかって高いんですけど、100円で手軽に買うことができるので、探してる人はセリアに売ってましたね。セリアで買うのがおすすめだと思います。うん、完食ペロリンチョでございます。じゃあちょっと残りはね家族みんなで食べようと思うんですけど、今日はひな祭りの3色ロールケーキを作ってみた動画でした。ちょっと生地が薄すぎかなと思ったんですけど、食べたら生地はしっかり焼けてて美味しかったです。なんかコンビニのロールケーキみたいにすごい中にいっぱい生クリーム入れた人はちょっと薄めに焼いてもいいと思います。結構ね手軽に作れますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価
お願いします。シャバダバイひな祭り、ヘガバシ様、ヘガバシ様、なんだ織姫、ロールケーキを食べたいか。